ヤリ、どうやってここに。待て、なんだか様子が変だ。なんだ、なんかまともじゃなさそうだぞ。ああ、まるであの禁猟の外で遭遇した兵士たちのようだ。彼女の力であのような芸当が。話は後だ。来るぞ。どういうことだ。彼女にこれほどのズーグルを刺激する力はないはずだ。あのマスターコアみたいな石の力みたいだけど、そんなもの彼女のどこから。とにかくズーグルを片付けて彼女を抑えるんだ。優勝を攻めるのが上策だ。あがくがいい。ガレイケ、私どれない光よ、絶対よ、ヒール、ガリ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 ガ
る地域の糧となれ。あとは彼女だけだ。フィアリー、私の声が聞こえるか。フィアリー、また何か召喚する気だよ。術者の力を上回る術は負荷が大きい。何度も使えば彼女自身が持たないわ。ティオハリム、すまん。やっとしたぜ。大丈夫か。ああ、気を失わせただけだ。そうじゃない、あんたのことだ。すまないが、彼女を治療してやってもらいたい。ええ、ただ目を覚ました時正気に戻っているとは限らないわよ。それにここ本当は入っちゃいけない場所なんだよね。このままここに置いていくわけにもいかないんじゃないの？それは僕が引き受けよう。あんたアバキール、なぜここに？君のことが気になってね、後をつけてきたんだ。タルニガスの死の話も聞いてしまった。すまない、そんな事情があったなんて。私が自分に都合のいい嘘をついているとは思わないのか？これでも多少は君のことを理解しているつもりだよ。フィアリエのことは任せてくれ。何をするのかは聞かないけど、うまくいくことを祈ってるよ、ティオ。すまない。いいご友人ですね。昔からそうだった。常に一歩後ろに立って目立たず気を回しすぎるフィアリエにも気の毒なことをした。彼女がああなったのは自分のせいだと思っているのですか？彼女をけしかけた何者かが、こちらが手出ししづらいのを承知でそうしたのは明らかだ。君もだ。君もフィアリエも私と関わったことで大切な身内を失った。兄の死の直接の原因はケルザレクであり、彼を操ったアウメドラです。タルニガスの死にしても本当の原因はスルドブリガであり、ひいてはレナの階層社会そのものにあるはずです。だからこそあなたはスルドブリガを終わらせようと思ったのではないですか？そうだ、そうすることでしか私が死なせた人々に償うことはできない。償うことなどできません。できないんです、ティオハリム。辛いことですが、死んだ人は死んだままです。何もできません。受け取ることも許すことも。罪を忘れろというのか？違います、その逆です。決して忘れず、でも生きるんです。死者のためでなく生者のために。聖者のために。そうだな、俺たちはまだ聖者の側にいる。何かできるとしたら、それは同じ生きているやつのためなんだろう。生きているということはまだ何かできることがあるということです。責を感じるというなら、罰を求めるのではなく、その原因を除くことが私の務めか。明日のために生きてください。昨日ではなく
あなた自身もその中で努力しよう。でもまずは金鳥の謎を確かめることが先だよ。シオン、おかげで助かった。改めて礼を言う。どういたしまして。ヒアリエのこと傷つけずに止められてよかったね。君たちにもいろいろ助けられた。感謝する。よせよ、仲間だろ。さ、先に進もうぜ。